高校サッカーで青森山田みたいなゴリゴリのチームにどんな対策をして臨んだらいいですか。その対策をするが自チーム のキャラクターによりますね。つなぐの得意なのか、同じようにフィジカルバトルした方がいいのか。だってバルサも実は苦しんでるの、相手がボール持ってるチームだったりね、前からプレスかけてくるチームだったりとか。だからシティとかだと前からプレスかけてくる分にはエデルソンでなんとかできるけど、引き込まれると上から叩き込めない分、まあ、サイドの深い位置を使ったりとか、あのベルナルド・シューバーがスーパーの働きしないとうまくいかなかったりとか。まあ、僕自身青森山田をね追ってないんで、ね、それを何試合かスカウティングしたらまたもっと言えるんでしょうけどね。高校サッカーだと勝つためにはロングボールで攻めて 4-4-2 でガッツリ守るのが、勝つためにはコスパがいいです。選手権に出ること自体が目標のチームや選手がたくさんいるので、なんかしょうがないのかなと思います。まあ、コスパがいいっていうより、あの、監督のスペックが低かったらそれしか教えられないんですよね。ポゼッションってめっちゃ難しいじゃないですか。で、それは技術って簡単に言うんだけど、技術があるないで。その技術はどうやって育てるのか、何をもって技術なのかとか、ボール繋ぐためには足元上手いだけじゃなくて、ポジショニングにどういう原則を持たせるべきなのかっていう、その人たちが導いた結果、繋がないで前蹴って足速いやつ上手いやつが、まあ、どんどんゴールに向かって攻めていってくれたら、あとはそこで失った時に守備のフィルターが多いからボール繋ぐために広がったりしてないから失点もしにくいよねって。だからそういう風に今おっしゃっていただいたみたいにコスパが良くなるんですよね。だからこれはもうちょっと言葉を付け足すと、勝つためにコスパがいいんじゃなくて、スペックの低い監督たちが自分の保身も含めて一番結果が悪くなりにくいやつを選んでここに落ち着いたって話だと思いますね。魂とスペックがない人がそういう理論を浸透させてるんだと僕は思う。 4-4-2 でがっつり守ってカウンターのサッカーやりますっていう風に、俺らは弱いからっつって、まあ、僕がやり出すとするじゃないですか。まあ、勝つ試合はあるかもしれないですけど、絶対に相手が強い時勝てないから。なんでかっていうとフィジカルバトルだったりとか前線の選手の個の力勝負になるんですよ。で、相手ボールの時間がめっちゃ長くなるんですよ。結果何が起きるかっていうと、ほとんど勝てない、もうサイコロの6個の目のうちの1だけ、1が出なきゃ勝てないみたいなサッカーなんですよ。ロングボールが間違いじゃないですけど、ロングボールを使う状況っていうのはどういう状況かっていうのを、相手が強かったらロングボールするんじゃなくて、どういう時にロングボールを使うべきかっていう。僕のチームでもロングボールを別に全否定してるわけじゃないですか。ただ4-4-2ロングボール、これが一番っていう人たちがずっと指導者で、まあ、居座ってというか、日本中にそういう人ばっかりがいて、結果高校年代はロングボール蹴る、分かりやすいドリブルの練習とか1対1の練習だけする、結果判断が伴わなくて世界で活躍できる素養のある選手が日本から出れなかったりとか、いい指導者に出会えなくて消えていくみたいなっていうのはやめてほしいなって思いますね。それが僕言ってることが多分現状だと机上の空論に聞こえてる人もいるんですよね。でもそうじゃないから、サッカーで必要な思考をすっ飛ばして、でロングボールで 4-4-2 やってるのが一番いいって言うんだったら、そんな悲しいスポーツないじゃないですか。現にみんなが好きなね、それこそ選手たちの個のクオリティでは劣るって言われてたオシムさんのジェフは 4-4-2 でずっと守ってなんてサッカーやってないですからね。でオシムさんがロマン派かっていうとそうじゃないじゃないですか。勝つために一番必要な方法を考えてなんで、これあれでさっき言ってくれた人は否定じゃない、そういう考え方が日本に蔓延してるのは嫌だねっていう、そういう話ですね。Sure.